皆様こんにちはなりわでございます、えー、昨今ね、えー、お一人様が増えてきておりまして、えー、ね何でも出かけるのに一人で行動しないといけない場面がたくさん出てくると思うんですね、えー、例えばお一人で食事に行くよくあのぼっち飯とかね、えー、言われておりますけれどまあ、普通にね、えー、あの 何でしょうか普通に、まあ、あおしゃれなカフェとかでね、えー、そういうとこだったらお一人で入って、えー、まあランチしたりとかすることはできますけれどあの一人ご飯するのに何が皆様一番ねハードルが高いでしょうか。私はね、えー よく考えてみましたどれもねえ全然一人で平気なんですよね映画見に行くのも一人で平気ですし、えー、もちろんお寿司回転寿司も一人でも全然行きますし。一番なんかね、えー、あの 一人で行くのが辛いのが皆さんおっしゃるの焼肉だそうでございますね。え私焼焼肉も全然一人で平気でございます。皆様はもしお一人様でえ何かご飯を食べに行くとしたらあどういった場面のあの一人ご飯があの一番あの 嫌だなと思われるでしょうかちょっとね、えー、疑問に思ったので皆様にちょっとね、えー、動画でお尋ねしてみたいなと思いまして、うん、私今,今のところ考えてみて一、えー、人で行けないということはあのないような気がするんですがあの皆様方はどうですかあのお一人で回転寿司とかあのまたは焼肉とか。 うんそれとかスイーツ食べに行くとかいろいろあると思うんですがあ何が皆様方はあの苦手でございますかこれは絶対できないというものがあったらあちょっと教えていた,だきないただければと思いまして動画にちょっとしてみました。ということでなりわでございました。では